コランド・プランシーチョ、地獄の辞典第6番、カーグリノ・ラースの甲のサシ絵グラシャイコール・ラボラスは、悪魔学における悪魔の一人、カーグリノ・ラース、カーシモラルとも呼ばれる。ゴエティアによると、36の軍団を指揮する序列25番の大総裁。大容疑書によれば、ネビロスの支配下にあるという、地獄の辞典では、ネビロスが時々常用に使う重木に過ぎぬと、されている。 と紹介されている。召喚されると、グリフォンの元キツバサを持った犬の姿で現れるという、人文科学の知識を与える一方で、殺戮の達人でもある。過去と未来のことをよく知り、また、人を透明にする力も持っている。サダマナーキアデーモヌム、マグレガーメーザースとアレースター・クローリーバンのソロモンの小さな鍵では、総裁にして白尺とされる。 SL マクレガー・マザーズ・アラステア・クローリー、ザ・レッサー・キー・オブ・ソロモン、P29、ザ・ブック・オブ・セラモーニル・マジック、P188。ありがとうございます。